ナガンリボルバー。このゲームが考案されたとされる時代のロシアで広く使用されていたロシアンルーレットは回転式拳銃に一発だけ実砲を装填し適当にシリンダーを回転させてから自分の頭に向け引き金を引くゲーム。ロシア式ルーレットとも表記される場合もある。名前の通りロシアが発祥の地とされ、訂正ロシア軍で将校らの比較的安全な タームレとして行われていた警察が容疑者に圧力をかける方法として誕生した囚人が監修に強要されたゲームなどの説があるが確証はない。よく知られる説ではスイス出身のアメリカの冒険小説作家ジョルジュ・サーデズによる創作だと言われている。1937年、サーデズはコリアーズマガジンにいてロシアンルーレットと題した。 短編小説を発表した。ロシアンルーレットはフランス兵の目線から書かれており、1917年のロシア革命で失うものがなくなったロシア人将校らがあらゆるところでこのゲームをしていたのを見たと述べられる。また、作中のロシア将校らが行ったゲームは現在広く知られるルールとは逆にシリンダーから一発だけ玉を抜いた状態で行われた。 これよりも前に、ロシアの作家が発表した作品の中には、このゲームへの言及は見られない。また、革命当時に使われていた長ゲーム1895が7連発の回転式拳銃である一方、ロシアンルーレットの作中では6連発の銃を使ったとされた点も、サーデズによる創作の可能性を示唆している。ロシアンルーレットを彷彿とさせる古い記述として、 ミハイル・レール・モントフの現代の英雄の最終章である運命論者にロシア軍のセルビア人中尉が拳銃の銃口を自分の額に当てて引き金を引くという賭けを行う場面が登場する。しかし作中では賭けに特別な名称は示されず、またその賭け自体もそれを行ったセルビア人中尉が即興で思いついたものとして描写されている。使用されるのもリボルバーではなく、 単発銃で弾が装填されているか否かが問題とされた。現代では危険性の高い度胸試しや安全性が不明確な行為の比喩としても使われる。典型的なロシアンルーレットは6連発の回転式拳銃を用いて実施される。この場合、弾が発射され、プレイヤーが死亡する確率は1発目では16.6%、2発目は20%、 三発目は25%、四発目は33.3%、五発目は50%、六発目は100%となる。つまり、二人目のプレイヤー20が回ってきた場合、死亡する確率は一人目よりも高くなる。一方、打つ前にシリンダーを回転させる追加ルールがある場合、プレイヤーが死亡する確率は常に16.6%である。この追加ルールのない時は、 確率的には全てのプレイヤーの勝率は同じであるが、この追加ルールのある時は先に発射する順に不利である。ロシアンルーレットは非常に危険なゲームだが実行に移そうとする人々は後を絶たない。ある研究によれば2008年のアメリカではロシアンルーレットによる死亡事故が15件あり、それ以外の自殺の75件という件数と比較された。 この研究を通して浮かび上がる典型的なロシアンルーレットプレイヤー像は未婚の黒人男性であるという。マルコム X は若い頃に実行したことがあると告白している。クレアムグリーンは若い頃に実行したことがあると後に著書、映像とオブライフで告白している。2020年2月26日、パリ北港ピエール・シュルセーヌのバーで拳銃を持ち出した上で、 ロシアンルーレットを行った同点店,店主が死亡した。閉店後もバーに残っていた若い女性に度胸を見せようと回転式拳銃に357マグナム弾を一発入れ断層を回し引き金を引いたところ一発目で命中したと捜査関係者により報告されている。目撃した女性によると店主は酔っておりまたコカインも吸引していたという。その他、 自動装填式銃でロシアンルーレットを行ったことを理由としてダーウィン賞を受賞した人物が存在している。日本のバラエティ番組などでは一つだけ外れがあるというルールは流用したまま命の危険性が伴わないようにアレンジされたゲームがしばしば登場する。その他日本テレビダウンタウンのガキの使いやらんででは様々なロシアンルーレットを行っており、 ロシアンルーレットに負けて実害を被った後さらに罰ゲームが課せられる。また、居酒屋やカラオケなどの飲食店では一つだけわさびが大量に入ったロシアンたこ焼き等のメニューとして出しているところもある。近年ではパーティーグッズの一種として拳銃型のグリップに膨らませた風船を取り付けトリガーを引くとランダムで風船が破裂するという玩具も存在し危険性を伴わずに スリルだけを楽しむことができる。世にも奇妙な物語第80話不眠症で主人公の不眠症を治療するためにロシアンルーレットが行われる。ありがとうございます。